はい、ここからは、一回スタートする前に確認しますよ、選手の皆さんも含めて、ここからは3分でよろしいですね、よろしいですね、2分じゃないです、3分です。岡部も最初ポイント。岡部のトップ。はい、それではレフェリーの合図で試合開始となります。スモークモード対イズランカスタムです。よしよしよし。ちょっと待って。セコンドの方、脇に入っていただいてもよろしいですか。はい、お願いします。賞金かかってるから本気でしょ。そうですね、ただ厳密に、はい、厳密にいかないとね。はい、始まりました。はい、赤コーナー大東大学、そして青コーナー九州産業大学ですね。この試合からステージも大きくなるんですね。はい、はい、そうです、ステージも、ね、大きくなりますよね。なるほど、これはダウンで、スリップして正面出るってことはなくなりそうですけども、はい、いや、あるんですよね。あ、そうですね、この下もあるんですね。でかくて、はい、速いとね飛んでっちゃうんですよ。なるほど、じゃあ、中央でできるだけ戦いたいと。うん、そうですね、逆に、はい、リングアウトも誘いたいところがあるので追い込みたいっていう心理もあります。なるほど、難しいですね。心一体ですね、距離をうまく詰めたいんですが、なかなかこう、隙も探したくないというところ、決定ではないまま時間だけが去っていきます。この辺まで来るとね、お互い一発もらいたくないから、うかつにはいけない。ダウン、ダウン、ダウンです。肩パッドみたいな、はい、あれの前でブワーンって動くんですよ、軌道台の建物の。あれが強烈なの、はい、あれがパンってなるところがね、力強くてかっこいいですけど、しっかりボールもできてますね。これ防御なんですかね。いや、でもね、あそこね、崖に来ると直に来るんで、後ろに倒れやすい。これはもう切れただけでしょ。はい、でしょ、でしょ。脱力の音というのも常備しないといけないです。はい、しっかり立ち上がらせないといけませんが、頑張れ、立ち上がれ。他の方は頑張れ。はい、ワンダウン、そこまで待ってください。カウントが進んでおります。さあ、ファイル、シックス、セブン、タイムに入りましたね。タイムに入ります。タイムはですね、はい、有効な攻撃でダウンを取った時はタイムは取れるんです。はい、ノックアウトがなくなっちゃうんですか。今みたいにスリップダウンとかの時はあのダイブを取れるんです。で、2分間のインターバルが与えられます。ただし、ワンダウン、そうですね、つまりタイムだからワンダウンになっちゃったってこと。ただ、あのまま立ち上がれないとそれでノックアウトになっちゃう。そうです、テンダウンとなっちゃう、はい、今は英断だったんじゃないでしょうか。タイム取るしかないです。まあ、しかし審査員としてこの時にタイム取れよってつい言いたくなっちゃう、はい、でもそのアドバイスはできませんからね。そうですね、たまにやっちゃうんですけど。なるほど、それもいいことですね。これは調子は大丈夫そうですね。はい、はい、ですから今のダウンとしてカウントされるので、はい、青は0ダウン、赤がワンダウン、ワンダウンと、はい、いうところですね。さあ、時間内に取り返さなくちゃいけないので、少しこれはアグレッシブに動きたいというところですが、なかなか勝負に行きそうで、これはダウンですね。ダウンです。パタパタパチッとしたね。捨て身技というのはですね、倒れ込むような形でした攻撃、まだ攻撃したと倒れ込んじゃったりすると捨て身技です、ね、だからもう同じ技は使いません。ただいまの勝負、赤コーナー、スリノクタウン勝者、青コーナー、はい、捨て身技なんで、スラムスタジオの勝利です。おめでとうございました。今回シスラね、めちゃめちゃ